山本太郎が言ってることとか、うん、マジで全く通ってないもんね。破綻してますよね。いっそ山本太郎さんに政権握らせてむちゃくちゃにして、ほらこうでしょってやってほしいぐらいですよね。でもさ、それはさ、ソ連が実験したわけじゃない。共産主義がいかにダメなのかっていうことはもう証明されたわけじゃない、うん、歴史が何回も証明してんのに。でもわかんだよな、気持ちは。就職失敗して今友達もあんまいなくて金も稼げなかったら、ホリエモンとか僕のことめちゃめちゃムカつきます。許せないって、ね、やっぱ山本太郎だろうって思いますよ。自分が失敗してるのはあいつらのせいで、自分の努力が低いことを認めたくないんでしょ。山本太郎は多分それを利用してる。わかります。あの人賢いですよね。無邪気にやってないですよね。分かってやってますよね。分かってやって、僕はあなたたちの味方ですよ、僕は弱者の味方ですよって。